続いては9月24日アンスティチュフランセ東京で行われたシャンソニアの夕べをレポートします。映画エディットピアフ愛の讃歌の上映からスタートしたシャンソニアの夕べ、映画上映後はボックスオルガンの優しい音色が響く中庭でシャンパンをゆっくりお楽しみいただきました。フランスの雰囲気が漂う中庭でのひとときを過ごした後、参加者の皆さんはレストランラ・ブラスリーに移動。スブリームさんのシャンソンの名曲を聴きながら本格フランス料理のコースを堪能しました。とても楽しく陽気に踊らせていただきました。誕生日までお祝いしていただいて最高の一日でした。まさかのサプライズでたくさんのなんかプレゼントをいただきました。何よりです。本当にありがとうございました。映画の中でなんか食事とかワインを楽しみながら歌を聴くシーンがあって、それが今、ね、リアルに再現されたのでこんなに盛り上がるとは思わなかったので楽しかったです。今までなんかシャンソンってなんかちょっと聞いただけだったので、それがなんかこう身近に感じられたのがすごく嬉しかったです。